死神と一緒にゲームをしているようなものだ。ええ、命の保証はないわ。最後までやり遂げるのが私の趣味よ、ミスター・ウェリントン。君の役目にふさわしい言い方だな。となると、邪魔者には消えてもらうつもりなのか？第三惑星に続いて第四惑星も突然輝き始めた。フライトレコーダーの記録に間違いがないってことね。最後の第八惑星が輝いた時何が起こるんだろう。行こうユイ、まず行動よ。修理するの？これ。わしがやってみよう。
F120 型のデュアル4エンジンか。クラシックだが手作りの良さが残ってた時代のエンジンだ。よく残ってたな。パパがママを口説くのに使ったんだって、この船。どれ？本当に大丈夫なんですか？このエンジンは第4次出力規制以前のものだから、タフだしシンプルで扱いやすい。おじいさんメカニックだったの？いや、専門のメカニックじゃないがな。まあ昔の恋人にやったようなもんさ。何か手伝いますか？ああ、一人で十分。
ずいぶん上の方に印をつけたな。足音を聞いたんだ。足音？反響した自分の足音を聞いたんじゃないのか。見ての通り、我々はここに揃ってる。全員。何度も調べただろ。俺たち以外に誰もいないんだ、ここには。ってこともあるのよ。神経質になってるから。でも証拠でもあるの。証拠。測定だな。先端に書かれている R ってレーシングの略だろ。あら、詳しいじゃない。俺の親父アストロノーツだったからな。ケチな D 級移民船を2、3発見しただけだけどな。
してるの？死んじまったよ。俺がガキの頃にな。なんでも辺境の太陽に激突したらしいぜ。そう、イカロスになっちゃったんだ。でも私、それっていいな。僕もアストロノーツ志望なんだ。無理無理、ユイ君みたいなグズじゃ。ほら、親父の意志継いでアストロノーツになるぜ。腕には自信あるんだ。もしなったら私をナビゲーターに呼んでくれない？ああ、いいぜ。なんとかなるさ。親父の血が流れてるんだぜ、俺。えっ、期待してる。約束よ。よせよせ、おふくろさんが悲しむぞ。なんだよ、じいさん。宇宙はお前さんたちが思ってるほど甘くないってことだ。チェッ、知ったふうなことを。ちゃんとした職に就き、生活に余裕ができたら旅行者として楽しむんだな。冗談じゃねえぜ、そんなに待てっかよ。そうよ、人類はもう170万年も待ったのよ、宇宙に飛び出すまで。かつて生命が海から上陸したことに匹敵する種としての歴史的ドラマを今人類は経験してるのよ。ねえ赤毛、君のパパの話聞かせてよ。お